エンブリオは1976年に制作されたアメリカ合衆国の SF 映画104分カラー著作権表記欠落によりパブリックドメインとなったポール役のロックハドソン冒頭に医学博士チャールズ・ブリックマン賛成によりこの映画は根拠のない空ごとの SF 物語ではない死球外で胎児を育てる際に実際に応用する 医療技術をとにしてるからである。今日明日にも起こり得る現実の物語なのだ。との伝説字幕がつく。深夜、雨の中を車で帰宅中の医学者、ポール・ホリストンは、飛び出してきた犬を車で跳ねてしまう。急いで傷ついたその犬を自宅に連れて帰ったポールは、自宅の実験室で、彼の亡き妻、ニコールの妹のマーサダグラスと共に治療するが、その会も虚しく犬は死亡。 だが、犬の腹の中には3匹の胎児がいることが分かり、なんとか胎児だけでも救おうと考え、ポールの息子のゴードンと彼の身をもの妻ヘレンに、輸血用血液や薬を持ってくるよう連絡し、ゴードン夫婦が頼まれたものを届けて、家路に着いた後、ポールは母犬が完全に死ぬ前に胎児を十分成長させようと、へその緒がついたまま摘出した胎児を人工子宮の容器の中に移植し、 やがて、一匹だけが、奇跡的に一命を取り留める。早速、ポールは、ニコールと共同で開発していた成長ホルモン剤を、投与した。数時間後、立派な子犬にまで成長した胎児を保育器に移し、調査したところ全く異常はなく、ポールは子犬に、主役の投与を続行し、胎児だった子犬は3日足らずで、生後6週間にまで成長。 死薬を投与している間、成長は加速し、投与を止めると成長は正常の速度に戻り、さらに細胞に異常はないことも確認されますが、ポールは、他に副作用がないか確認できるまで公表を控えることにし、母親だった犬と同じサイズにまで成長した子犬を、胎児は全部死に母親だけが生き延びたと偽って、周囲には普通のい犬を装って、経過を観察し始める。犬は、 驚異的に高い知性を持ち、自分で餌を準備しさらの後、片付けまでこなしていた。同時にこの犬は凶暴性を持ち合わせており、無論ポールがそれに気づくはずはなく、この実験に自信を持ち、人間の胎児の実験準備に取り掛かろうと彼の友人のジムに頼んで、絶対にジムが院長を務める病院に迷惑はかけないという条件で、 流産寸前の胎児を提供してくれるよう頼み込む。数日後、ジムより自殺未遂の女性の妊娠4ヶ月目の胎児があるとの連絡が入ったポールは、マーサにも内緒で胎児を手に入れ、実験を開始する。実験4日目、人工支給の容器の中で、胎児は赤ん坊の産声を上げた。赤ん坊になんら異常は確認されなかったためポールは、 この実験結果を医師会に公表することを決意。だが、成長ホルモン剤の投与を止めても、赤ん坊の成長はこれだけに止まらなかった。1日で1年分、2日で2年分と、急速な成長が続く。ついに4週間半ばにして、成人女性となったところで成長は止まったが、今度は、細胞が急速に老化を始め、代謝喫抗剤を投与するも効果は3時間しか。 持続せず、ほぼ劇薬としか言えない薬剤を投与した結果、ようやく老化を抑制し、通常レベルに安定させることに成功した。ポールは彼女に、ビクトリア・スペンサーと名付け、マーサが旅行に出かけている間に、様々な教育を施し始める。彼女の理解力、記憶力は抜群だが、道徳的なものが理解できない。ある日、自らの出生の秘密を知ったビクトリアが、 私、人間じゃないのねと呟いているのを聞いたポールは返す。言葉もなかった。やがて、パーティーに出席したりするビクトリアは、ある夜、男女関係を知るためにポールを求め、そして愛を知る。だが、ポールの寝ている間に彼女は腹痛に襲われる。彼女は、自分の細胞の老化が再び始まったことを知ると、抑制剤を打ってその場をしのぐ。翌日、彼女は、 腹板の原因を詳しく知るため、パーティーで知ったコリアの会社を訪れる。そこで、妊娠後から6ヶ月の未出産胎児から抽出した脳化水体液が唯一の解毒剤であることが判明し、ビクトリアは呆然とその場を去る。一方、彼女の存在に疑問を持ち出したマーサが、寝ているところビクトリアによって殺されたことを皮切りに、ビクトリアによる胎児狩りが始まる。 最初、彼女は金で買った売春婦から胎児摘出に失敗したビクトリアはヘレンを捕らえ、妊娠5ヶ月のヘレンの胎児を摘出し、胎児を人工子宮に移した。ところが、ビクトリアは実験に失敗して吹け込んだところを自宅に戻ってきたポールとゴードンと鉢合わせる。ビクトリアは格闘の末にゴードンを殺したものの彼がぶつかった衝撃で、 人工子宮が壊れてしまったことでせっかく手に入れた、胎児を失った絶望と愛に目覚めたビクトリアは、車で逃げた。そして、実験に失敗し、愛する家族を彼女に奪われたことから殺す決心を、したポールが後を追う。カーチェイスの末、車内で加速度的に老化していくビクトリアは、運転を誤り、車は横転して、爆発炎上。ポールは、 醜い老婆へと変わり果てたビクトリアを水辺で発見し、彼女を殺そうとする。駆けつけた警官に止められ、救急隊員はビクトリアから、ポールの子を妊娠していることを告げられ、警官たちの前で、ビクトリアは一人の赤ん坊を残し、死んでいった。カッコ内は日本語吹き替え、ありがとうございます。